はい、こんにちは。未知数が XYZ の連立三元。何時なのかは特に意識しなくて、まあ解いてみたら答えが2個だから2時なんだろうなっていう感じですけど、まあ何乗方程式なのかっていうのは、まあ詳しい定義よく知らないんでわかんないんですけど、まあ3次分の1次だから、まあ約分できれば2次分の定数。で、両辺2次かけて2次イコール定数だから、まあ2次方程式なんだろうなと。まあ詳しくわかんないですけど。まあ。で、まあとにかく解きゃいいんで。で、これまあどう解こうかなって、まあ何通りかあるのかもしれないですけど、私はとりあえずせっかく分母が揃ってるんだから、まあ全部足すかと。全部足せば、xyz 分の、まあ通分必要ないんで。で、まあ、しかも足し算、右辺が楽ですからね。これ消えてくれるんで、相殺されるんで。で、まあ、例によって、それぞれ2個ずつ出てくるから、2、カッコ、X プラス、Y プラス、Z が、まあ、これ消えるから、マイナス4分の1と。で、まあ、両辺2分の1すれば、XYZ 分の、X プラス、Y プラス、Z が、マイナス8分の1と。で、これができたら、またさらにもう一回、それぞれと比べれば、これから、これ、辺辺引き算すれば、xyz 分の、z だけ残りましたね。が、マイナス8分の1引く、マイナス4分の1だから、マイナス8分の1足す4分の1で、8分の1。ただこれ、まあ、z が約分されて、xy 分の1が8分の1と。まあ、同じく、こっからこれ、また辺辺引き算すれば、やっぱり、今度は、X だけ残って、で、X が約分されるから、YZ 分の1が、これ引く、これですね。マイナス8分の1、足す24分の1。24分の3だから、マイナス24分の2だから、マイナス12分の1ですね。今、これとこれと、あともう一個、またこっからこれを引き算すれば、今度は、y だけ残って、また y が約分されるんで、zx 分の1が、マイナス8分の1引く24分の1だから、マイナス24分の3と1だから4、マイナス6分の1と。で、これが出たら、今度は何したくなりますかねって言ったら、今度はこれ、辺辺全部、掛け算すれば、x2 乗、y2 乗、z2 乗分の1が、マイナスマイナスでプラス。で、6、8、12分の1。なんでこれは、2が、1、2、3、4、5、6個。で、3が1個、2個ですね。ってことは、これ、xyz が、これのルートでプラスマイナスと。2が3つと3が1個と。そしたらもうあとはこれとそれぞれ比べていけば、これとこれ比べて、X がですね、X がマイナス、で、まあ、プラスマイナスだから、まあ、じゃあ結局、プラスマイナス、2が2つと3が1個消えるから2。で、y は、これとこれ比べればいいんで、やっぱりまあ、マイナスがくっついてるけど、まあじゃあとりあえずプラスマイナスで、で、6が消えればいいんだから、4。で、z は、これとまあ、符号反対なんで、ここだけまあ、マイナスプラスにすればいいですか。8だから、これが消えて、3と。いうことで、xyz は、プラスマイナス2、プラスマイナス4、マイナスプラス3で、まあ、複合同順かなと。と、まあ、やったんですけども、まあ、または、これ、どうなんですか。まあ、この辺で結局同じようなことが出てくるんですけども、もう最初の式をこれ、通分される前の状態の足し算に。要するに、これは今、z、x 分の1足す、yz 分の1ならこれで、通分すれば xyz で、こっちが y 足す x になるんで、これがまあ、マイナス4分の1という感じでやっていくと、まあ、同じような感じで出るのかな。これもだから、
x だから xy 分の1たす xz zx 分の1、これで、z たす y ですね、っていうような感じで、まあ、やっても同じような風に出ると思います。これは yz 分の1たす z じゃないや、 y だな、 yxy 分の1、これで x 足す z になるんで、まあ、結局こうやってもまたこれ全部足し算するっていうような感じで、まあこうやって分解してもまあできそうですね。まあでも普通に今私がやったような感じがいいのかな。まあ他にもいろいろやる方あるかもしれませんと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾、第2弾、第3弾、すべて重版、出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。